俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは大切な陶器が割れてしまったという経験はありますか？お気に入りの食器やマグカップ、花瓶などが割れてしまったとしたらショックを受けますよね。形あるものはいつかは壊れますし、最近では安価で手に入るものも多いので潔く捨ててしまおうと思う場合もあるかもしれません。しかし手放したくないと思う場合は何とかして修理をしたいと思いますよね。接着剤などを使って直そうとしても食器などの場合は安全性が気になりますし、どうしても残ってしまう割れ跡は消すことができません。実は日本には古くから陶器を修繕する素晴らしい技術が伝わっています。その技術を使うことで割れてしまう前よりも丈夫にすることができ、傷すれも新たな美しさを持たせることができるといって海外からも注目されているんです。今回のお話の主人公も大切な陶器を誤って壊してしまいます。手放すのが辛いと思い試行錯誤するようですが、どのような結末になるのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。私はフランス人のアンヌ。10年前に夫を亡くし、フランスのボルドーという都市で一人暮らしをしているわ。ボルドーはフランス南西部にあって、美味しいワインを生産しているの。湾曲する川沿いには美しい公共の庭園が広がっていて、ブルスという広場では水面が鏡のように反射して建物を映し出す水の鏡を見渡すことができる。若い頃はブドウ畑、松の森、大西洋の景色を眺めながらよくドライブをしていたわ。最近では仲間たちとのんびり散歩やウォーキングをして楽しんでいるわ。あとは娘に教えてもらってインターネットにも挑戦しているの。自分が作ったハンドメイドを販売できるサイトがあるのを知っているかしら。私はもともと刺繍が得意だから、リボンやハンカチ、ブローチなどに刺繍をした雑貨を売ってみたの。はじめはわからないことばかりで、買ってくれた人に迷惑をかけてしまったり、間違えて損をしてしまったこともあったわ。でも若い人たちが私の雑貨をかわいいと言って喜んでくれるのはとても嬉しいし、顔が見えない人たちとはいえいろいろな人と交流することは刺激になるわ。インターネットはよくわからないから怖いなんて言って嫌がる友達もいるけど、私はこんな便利なものがある時代に過ごせてよかったって思っているの。一人で暮らしていると下手をすると引きこもってしまいがちだもの。そんな風になってしまったらそのうち体が動かなくなってしまうんじゃないかって不安になる時もある。だからいろいろなことに興味を持って世界を広げていくのって何歳になっても必要なことよね。失敗してしまうことも多いけど、そんなのは誰にでもあることなんだから、気にしていたら人生がもったいないと思うもの。でもある日、私はひどい失敗をしてしまった。大切にしていた陶器の湯飲みを割ってしまったの。生前の夫が大切にしていた湯飲みで、今でもお茶を入れてお供えするのに使っていた。実は夫は日本人で、フランスに住みながらも日本茶を飲みたがる人だったの。私の湯飲みとペアで使っていたから、また夫の方だけ先に旅立ってしまったかのような感じがして、とても悲しかった。大きく3つに割れてしまい、バラバラになっている湯飲みを集めると涙が出てきてしまった。こんな状態になってしまったらもうどうやっても使うことができない。でも私はどうしてもそれを捨てることができなかった。かけらをすべて箱に入れ、しばらく置いておくことにした。しばらく置いてもやっぱり忘れられず、そのまま数日が過ぎたの。ある日娘が私の様子を見に来てくれて、その湯飲みに気づいた。あら、
パパが大事にしていた湯飲みじゃない。割れちゃったの？そうなのよ。うっかり割ってしまって。でも大切にしていたから、どうしても捨てられなくて困っていたの。私がまだ落ち込んだままそう言うと、娘はしばらく考えてから。ママ、ちょっとパソコン貸して。と言ってきた。娘にプレゼントしてもらって、ずっと使っているノートパソコンを渡すと、インターネットで何かを探しているようだった。そして、ママ、ちょっとこの動画を見てくれる？とノートパソコンを渡してきた。動画？いつもはあんまり見る機会がないのよね。どんな動画なのかしら？フランス人の男性が陶器のお茶碗を修理する動画なの。日本の伝統的な修理の技術を使うんだけど、結構話題になっていたの。すごいからとにかく見てみて。日本の伝統的な修理の技術？ここはフランスなのに、そんなものを見て何か参考になるのかしら。娘なら日本に行く機会もあるけど、私はそんなに遠出はできないし。私はそんな風に考えながらも、少しでも希望があるならと思って、その動画を見てみることにした。その動画ではフランス人の男性が割れてしまった陶器のお茶碗を見せて残念そうにしている。なんとかしてお茶碗を修理したいと思っていろいろと調べていたら、ある技術に出会ったという。それは金継ぎという日本に古くからある技術。彼は金継ぎについて聞くためにロンドンの陶芸家に会いに行く。陶器だけではなくてガラスなどにも使える技術だと説明している。まずヤスリで磨いて接着剤を乗りやすくして隙間を作り、漆をつけて1週間乾燥させてから別の漆を重ねていき、その上に金粉を貼る。1ヶ月ほど時間がかかり、手間もかなりかかったそう。特別な材料や高価な金粉も使うので、お金もかかるみたいで、ブランド物の立派なお茶碗が新しく買えそうな額がかかっていた。でも修理されたお茶碗を見て、私は感動で震えたわ。ありえないわ。傷跡が美しいなんて。割れてしまっていたお茶碗は美しい金色で補修され、陶器の落ち着いた色合いによく映えていた。ユニークな趣が出ていて、以前よりも味がある見た目になっている。私が壊してしまった湯飲みは、もう買おうと思っても買うことができない特別なもの。こんな風に直すことができたら、とても素敵なことだわ。私はこの金継ぎという技術に興味を持った。気に入ってくれてよかった。この動画の人みたいにロンドンに行けば直してくれるかもしれないから、私が行ってきてあげるわよ。調べれば郵送で受けてくれるところもあるかもしれないし、割れてしまった湯飲みを預かってもいいかしら。娘はそう言ってくれたけど、私は少し考えた。かなり手間もお金もかかりそうだけど、重いものを持ち上げたりするような力のいる作業じゃないわ。日本の職人がよくやっているようなら、特殊な技術を使うこともなさそうだし、頑張れば私にもできるんじゃないかしら。せっかくインターネットがあるんだもの、詳しいやり方は勉強できるはずだし、材料は通信販売を使えばなんとかなりそう。決めたわ。私が金継ぎを勉強して自分で直す。私が言うと娘はすごく驚いたわ。ママ、大丈夫？漆の扱いなんて難しそうよ。人によっては手がかぶれてしまうんですって。なんて言って心配している。大丈夫よ。インターネットだって未知の世界っていう感じだったし、下手をしたら詐欺に遭ったりする危険があるって言っていたじゃない。はじめは全然わからなかったけど、あなたのおかげでこうして使うことができるようになったのよ。金継ぎだってチャレンジしてみたいわ。そう、わかったわ。大切な湯飲みだもんね。応援するわ。手伝いが必要になったら遠慮なく言ってね。そうして
私は金継ぎについて勉強したの。大切な湯飲みだから失敗することはできない。動画の男性がやっていたように安い陶器を買ってきて練習したりもしたわ。彼が言っていたように時間もお金もかかってしまったけれど、私は楽しかった。湯飲みのことを考えていると夫のことをよく思い出したの。そういえばあんなことがあったな、なんて考えたりするのは幸せなことだったわ。それから長い時間をかけて私はとうとう大切な湯飲みの修理を完成させた。紺色の陶器に美しい金の線が走っている。見た目も美しさが増しているし、これなら前よりも割れにくくなっているんじゃないかしら。これでまたあの人の好きな日本茶を入れることができるようになったのよね。私は自分の使っている湯飲みと綺麗に修繕した夫の湯飲みを並べておいてみた。気づくと私は泣いていた。涙がどんどん溢れて止まらなかったわ。なんだか夫がいる頃に帰ったみたい。そんな感動でしばらく号泣してしまったわ。普通修理するときは傷を隠そうとするわよね。でもこうして美しく見せることができるなんてとても素敵な発想だわ。失敗して割ってしまったこともなんだかいい思い出に感じるもの。こんな気持ちを大切にすることができるなんてとても素敵ね。物を大切にする日本の技術の素晴らしさを感じたわ。金継ぎの手法が好きすぎて自分で陶器を壊す人までいるらしいよ。完成するまでに時間がかかることで味わいがさらに増すんだよね。壊れちゃったから捨てるんじゃなくて、より美しく蘇らせるなんてすごくいいよね。日本って資源が乏しいことからもったいないという言葉が生まれたと聞いたことがあるけど、それだけではなく作ってくれたり携わってくれた方々への尊敬の念もありそうだよね。大切な陶器が美しく蘇ったなんて嬉しかっただろうな。僕は不器用だから日本の職人にやってもらいたいなって思うよ。日本人は傷跡でさえ歴史に昇華させてそれを個性にしてしまうのか。美しさに僕も涙がこぼれるかと思ったよ。日本人の感性は本当に素晴らしいね。傷跡って普通は隠されてしまうものだけど、それすら愛そうとするなんて素敵だな。僕も陶器のティーポットを壊しちゃったけど金継ぎで修理したよ。今じゃ前より綺麗だ。日本の食器以外でも合うからいろいろな可能性を感じるよね。安い接着剤なんかで修理すると刺激性が高いから食器には向かないんだ。ちゃんと漆を使った方がいいよ。漆ってかなりの高温でも使えるからお椀や他の食器にも使われているよね。お話に出てきた日本の伝統の技は金継ぎまたは金繕いと言われている修繕技法です。破損した陶磁器を修復する文化や技法は世界にもいろいろとありますが、破損前の状態にできるだけ近づけることを目的とした技法が多い中で、金継ぎは独特な技法と言えるでしょう。特に割れ跡をくっつけたり損傷した箇所をごまかしたりするのではなく、もともとのデザインであるかのような芸術性の高い修繕を行うことができます。割れたり欠けたりひびが入ってしまったりなど、損傷した破損部分を漆によって接着し、金などの金属粉で装飾しながら仕上げます。大切な器が欠けてしまっても壊れた箇所を装飾としてあえて見せることで、新しい美しさが現れる器によみがえらせることができ、海外からも高い評価を受けて話題となっているんです。海外においても金継ぎとそのままの呼び名で愛されており、その活用は和食器だけにとどまりません。ヨーロッパのアンティークな食器の修繕に使われたり、陶器の破片を組み合わせて箸置きを作ったり、ビーチで拾った
綺麗なタイルのかけらをつないでみたりと、さまざまなアレンジがされています。割れてしまったコーヒーテーブルの板を修繕して、おしゃれな家具に作り替えた様子を配信し、話題になったりしている外国人もいるようです。いずれも技術面と芸術性の両面で高く評価されていて、海外でもその魅力に取りつかれた人はとても多いんです。動画を見ながら自己流で金継ぎを習得する人も多いそうですよ。日本人は物を大切にする、もったいないという精神が生きていると言いますが、物に愛着を持ち大切にしたいと思う気持ちは世界共通のようですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。